あと残り4日間、ここにお集まりの方がみんなで力を合わせて精一杯汗をかいて、とにかく悔いのない戦いをしようではありませんか。そして我々がこの戦いに勝利をして、佐賀県民の良心を、佐賀県民の矜持を、佐賀県民の民度がいかに高いと日本全国に知らしめようではありませんか。それでは頑張ろう三勝でですね、力強く明るく元気に会を締めたいと思います。構えて。そうです。稲津田男子の勝利に向けて一丸となって頑張れ。